はい、こんにちは、栃木の竹志農場です。農家の店みのりで、じゃがいもの種、シャドークイーンを買ってきました。これで約1キロです。値段は790何円、まあ約800円ちょっとぐらいです。で、これね、一応ビニールの袋穴が開いてるんで、まあこのまま植える直前まで置いといてもいいんですけど、私はこれ、この緑色はもみが入っていたね、稲の種もみが入っていたネットなんですけど、ここに一旦ね、移し替えます。おー、こらこらこらね、猫がね、段ボールの箱に入っちゃいましたその辺に置くと ね、猫が入って遊ぶんだよねまったくもうで、種芋なんでね、洗ってありません。ちょっとね、色が分かりにくいんですが、大元の色は紫です。これ泥がついてるんで分かんないんですけどね。で、竹志農場はこれを一目切りにします。こういうね、芽が1個だけ、まあ普通はね、このくらいの大きさですと半分ぐらいですよとかね、この大きさですと3つぐらいかな、3つですよとか、このくらいだと、まあ1個切らずにこのまま、何グラムって言ったかな、10グラム以上って書いてありましたがね、まあそういう、まあ基本的にはね、その一辺の大きさが何グラム以上っていうのがあって、それ以上の大きさにこう芽を切ってくださいっていうふうになってるんですが、竹志農場はこれ一目切りしちゃいます。で、これもね、また種まくときに説明しますけど、昔は戦争終戦直後の頃は食料がなかったもんですから、この表面をこう切っていってね、こう真ん中の残します。中残したのはそこを食べたそうです。ですからジャガイモは基本的には芽が1個あれば、そこから育ちます。で、これ芽たくさんありますと、こう芽がね、こうたくさんついてますと、そこからもツン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 芽がね出てきますんで、後でね、最終的に2個とか3個とか多分芽かきをやると思うんですけど、その数に減らさなくてはいけないので、最初からだったら1個か2個芽がついてればいいよねっていうことで、もうこれ別に種芋大きいから大きい芋が取れるってわけではないのでね、種まき後の栄養管理と芽かきと花かき、それとまあ畝上げですね、この巻いた元へこう土を上げていくと、そういう管理で違いますので、巻いた時の一辺の大きさはあまり影響ありません。まあ人によってはね、この一塊がでかい方がいいもの出るよっていうんだけど、まあ最初はね、やはりこういうでかい塊の方がね、立派に育ちますんで、生育は若干、進みます。だからその分早く巻けばいいんだもんねまあそう難しく考えなくてもいいんだと思うんだけどね。まあそういうことで、まだまだ先の話しちゃってるんですが、そういうことで私は一目切りで巻くので、あまりこの、芽の数は気にしていません。で、種芋を買うときはね、なるべく小さいものを買うようにしてます。でもね、これうまくできてんだよね。大きいのと小さいのがうまく混ざってんだよね。本当は私は小さいのばっかりが欲しいんですけどなかなかねそういうわけにはいかないんだわ。まあ多分ね、一箱こういうね箱できますんで、その箱できたものをこういうね袋、1キロの袋に移し替えてると思うんでね、しょうがないんですけどね。まあ大きいところだけ、小さいところだけっていうのがなかなか買えないのが現状です。はい、じゃあね、これをね、よっこいしょ、はい、このネットへ入れます。よっこいしょ、いや、
よいしょ。よいしょ。で、これを、まだあと一月以上ね、先なんで、あまり暖かないところへ置いときますと芽が出ちゃいます。ですから、まあ、凍らない程度に涼しい場所で、凍らない程度に涼しい場所で、温度の変化があまりないところっていうと、たけし農場的には米を入れる冷蔵庫が一番ベストなんで、これを、この、よっこいしょ。あ、いや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 。段ボールの箱に入れて、冷蔵庫に置きます。入れます。で、なんで段ボールの箱に入れるかっていうと、万が一ね、万が一これ腐っちゃった場合ね、腐っちゃった場合冷蔵庫が汚れちゃいますので、このね、段ボールの箱に入れて冷蔵庫を置いときますと、この段ボールの箱を捨てればいいだけなんでね、冷蔵庫は汚しませんので、そうですね、今、1月、今日が19日か、2月下旬、1ヶ月半ぐらいあるのかな、3月中旬までにね、まあ、2月か、ざっくり2月ありますので、2月、3月、まあ、2月くらい、保管しなくてはいけないのでね、私は冷蔵庫に入れます。で、去年は、なんか、種が、ちょっと流通量が少なかったのかな。私の知り合いなんかやっぱり手に入んないんで困ったっていう話してました。ですから、なんか今年も、そんなに、豊富に並んでるっていう感じしないんだよね。ですから、まあ、何かのようで、ホームセンターとかね、農家の店行ったら、そのついでにもう買ってきちゃってもいいのかなと。まあ、どっちみちね、販売店の方へは来てますので、あと販売店の倉庫の方に入ってるんでしょうからね。多分、北海道から内地の方へは出荷はされてると思うんで、まあ、なるべくなら早く自分の手元に置いて、ちゃんと温度管理をしておいた方が、まあ、後々いいのかなと思っております。ですから、まあ、早めに、必要量を確保している、しとくことを、まあ、お勧めします。まあ、去年のようにね、まあ、直前でもいいやって買いに行ってね、売り切れて手に入んなかったなんてね、人も、いらしたみたいでね、がっかりしちゃいますからね。で、たけし農場は、このシャドークイーン以外のジャガイモはもう、畑に巻いてあります。これもね、去年の動画で言いましたように、まあ、コンテナで越冬させるのも、まあ、畑に巻いて、土の中で越冬させるのも同じなんでね。まあ、コンテナよりは、畑にね、巻いて越冬させた方が温度の変化は少ないだろうということで、畑に巻いちゃいました。で、今はね、土たくさんかぶってます。じゃがいもの上にね、土がたくさんかぶってますので、まあ、うまく越冬できてるんじゃないかなと思います。ただね、もう来週の頭あたりかな、明日大寒なんですよね。で、来週の月曜日か火曜日あたり、ちょっと寒波が来て、私の住む栃木県でも、最低気温が6度とか7度とかね、おい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 っていう、ちょっとね、低い数値が出てますんでね、まあ、早めに買って自分の手元へ置いといた方が、無難なのかなと。ただね、お店で買った場合は、レシート持っていけば、腐っちゃったりするとね、交換してもらえますので、まあ、レシートだけは捨てないで、持ってるといいですね。私も何年か前にね、やはり何個か腐っちゃったんですよ、原因不明。で、ね、全部腐っちゃうんだったらね、自分の管理が悪いんですけど、まあ、1個か2個腐るのは、やはり病気かなんか入ってるものがね、混ざってた場合ね、腐るなんてことがあるんでね。で、そのままにしときますと、どん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 腐っていっちゃうんで、まあ、うちに買ってきて、温度差のないところに置いとけばいいやではなくて、まあ、時々ね、
半月に1回ぐらいはちょこっとどうなってんのかなと思って、まあ見てやるのもいいのかなと、はい、思います。はい、そういうことでね、長々喋っちゃいましたけども、まあ今年は早めに、買っといたのがいいかもねっていうことと、まあ袋に入ったままの保管はよろしくないので、まあ一旦、袋から出して、まあ段ボールの箱にでもね入れて、巻く直前まで、置くと、まあもちろんね旅行行くがやるんですけどね、はい、その旅行行くがやる直前まで、まあ置いておくっていうのをおすすめします。はい、そういうことでね、ジャガイモの種シャドークイーンの話でした。お付き合いありがとうございました。